前最近腕を上げたと思ってたが、こうやって自主訓練をしてたんだな。どう、邪魔して悪かった。俺に構わず続けてくれ。どうした、立体起動装置の故障が。見せてみろ。ああ、任せろ。原因は分かった。部品が一部摩耗していたせいだ。取り替えないとな。にしても一体どれくらい訓練を続けてたんだ。ここまで部品が痛むなんてよ。よし、決めたぞ。次からは俺もお前の自主訓練に付き合う。一緒に鍛えた方が効率も上がるだろう。よし、決まりだな。兵士として人類を支えるなら高い能力がいる。協力して腕を上げていこう。来たな。じゃあ今日の訓練を始めるか。どうした、俺の顔に何かついているか。そうか、顔に出しまってたか。兵士としてやっていくなら命を懸けることだって何度もある。覚悟してたつもりなんだが、何人もの仲間が大怪我したり死んだりするのを見てきた。俺自身何度も危険な目に遭った。このペースじゃあの世まであっという間だ。兵士をやるってのはどうも体より先に心が削られるみてえだ。ああ、そうだな。俺がこんなんじゃ不安になるよな。いずれにせよここで折れるわけにはいかん。俺はいつか帰れなくなった故郷に帰るんだ。前に話したことがあったが、ウォールマリア南東の村だ。諦めたら帰れなくなっちまう。お、すまん、つい話し込んじまった。いい加減訓練に戻らないとな。なあ、少し考えたんだが、今日の訓練では精神面を鍛えてみないか。例えばいつも平然とした顔をしてるあいつに訓練に加わってもらったら参考になると思うんだが。あ、その通りだ。ミカサのことだ。お、ちょうどいいところに。おい、ミカサ。分かった。私でよければ協力する。心を鍛えるには対人格闘術がいいと思う。自主訓練なんて2人とも偉いね。私も参加したいな。なら4人でやろう。クリスタはライナーと組むといい。私があなたと組もう。ちょっと待って、ミカさん。私じゃライナーにかなわないと思うけど、兵士として全力を尽くさなきゃ。行くよ。クリスタに怪我させちまいそうで反撃できなかった。手を借りる相手を間違えたな。そういえばお前はあの人の推薦で調査兵団に入ったんだったな。よし、相談してみるか。この前相談された件だけど、訓練兵団のキース教官に助言をもらってきたよ。こう言ってたね。
奴ら訓練兵を卒業しておいて何をふぬけている。仕方ない。まずブラウンには十分な実力がある。だが率先して危険な役回りを引き受ける傾向がある。これは状況によっては短所となるぞ。なぜ仲間を頼らん。もう一人のやつだが能力は上位10名に劣っていない。また他人の技や能力をうまく吸収する力がある。ただしそれを生かしきれておらんのが短所だ。やつらは共に無能ではない。卑屈になっていては生き残れる者も生き残れんぞ。ふん、以上だね。お手数をおかけしてすみませんでした。教官にまで連絡を取ってくださりありがとうございます。あの教官にあんなことを言ってもらえるとはな。よし、今度一緒に兵団の任務に志願してみようぜ。任務で特訓の成果を示してやる。成功すればもう弱気になんてならずに済むはずだ。任務は無事に終わってな、兵士として務めを果たすことができた。にしてもお前の動きには感心させられたぞ。いつの間にか随分実戦慣れしていたんだな。任務がうまくいって俺も自信が湧いてきた。お前には礼を言っておかないとな。ありがとよ。これからもよろしく頼むぜ。この前の任務では世話になったな。ようやくやれるって気になってきたぜ。お前がいろいろと協力してくれたおかげだ。お前は頼れるやつだ。兵士として安心して背中を預けられる。エレルナって妥当な評価だろう。今後何かあったら俺がお前を助けるからな。いつでも言ってくれ。ウォールマリアを取り戻すって目的は同じなんだ。いつか絶対に故郷に帰ろう。当然同郷のベルトルトもお前の味方だ。そうだよな、ベルトルト。ああ、もちろんだ。協力するよ。気にするなよ。そもそも兵士が協力し合うのは当たり前だったな。ライナー、君は兵士じゃない。戦士だろう。